の差にかなりムラがある。おーやばいやばいやばい、あーいいね。は？あーあーやっちゃった、やっちゃってるねこいつ。完全にもう知らないよ本当に。あーあー喧嘩売る相手間違えちゃった。あーあーかわいそうに、覚悟しろよ。こっからもうお前は俺に指一本触れることすらできない。でもそれは全部お前のせいだ。お前煽る相手を間違えたことを思い知らせてやるよ。じゃあな。あと復帰措置の精度が上がって、うわっ、えは最後に何か言い残すことはあるか、聞いておこう。そうか、特にないようだね。それならこれから公開処刑の時間だ。みんな行くよ。まずはここ。ほう、今のをかわしたか。まあそう来なくてはね、僕を煽ったんだ。そこそこ楽しませてくれよ。まずは1ストック、次その2ストック目もらうよ。どうした、もう煽らないのかい。まだ君の方が勝っているんだけどね。ここだな、そのコース一番得意なんだ。 145% 対 50%、 うわー、やつが引き起こす。は、おおよそのデータは集まった。この試合お前が勝てる確率は 0% だ。はい、横火で復帰を伸ばしてくる確率 70%、 そしてその復帰に空砲当たる確率が 85%。 俺のデータスマブラはお前のおかげで完全にバージョンアップした。そして残り10秒、お前の寿命だ。ここに来て絶対予告、エクスタシー先輩隙がなさすぎる。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0。データは嘘をつかない。絶対お前折ってくるだろう。ほら決めてこい、当てろや。うわ当たった、飽きた。やっぱりな、お前みたいな名前のやつ絶対。はあ、いつ分からせてやるか。おい、お前もう二度とその名前名乗れねえようにしてやるよ。はい、絶対やってくるんですよね、崖端でこう立ってるとね、上火長押ししちゃいますよね。はい、ここもうセビロスのデータ取れてるからさ。はい、こういうクエヌカジャックで、はい、DA まで行って 46% さ。どうした君、いや今ここでお前に問いたいよ、やる気あんの。でもこいつめっちゃシャドウフル、はい来たよ、はい1、2、3、4、お前こいつこれ動作ばっかでお前に圧っ込んできたらな。空に消えてた打ち上げ花、ドルドル、ここでホームラン変えてきた。まあ、103% になったんでね、そろそろバーストを狙って、うわーやマジそっは？うぜーうぜー、これしかもまたこいつ屈伸しやがった。はい、お前はもう成敗すると決めました。ああ、さあ始めるか。てかさ、あのこれ3ストック制で最初の1ストック目で煽られちゃったから、こっから煽られてから3ストック落とさなきゃいけないからさ、ちょ試合時間長くなって、これ YouTube ショートとか TikTok に上げらんねえわ。まあ、目安としては一番ちょうどいい成敗時間は煽られてから最後成敗されるまで1分以内っていうのが一番いいので、まあ、僕とねあのマッチングして煽るよっていう人はあのぜひね僕のこと煽ってから1分以内に倒されてください。はい、そういうゲームメイクをして煽ってくださいね、お願いします。さあじゃあ成敗に戻りますか。さあ 111% 対 32%、 2ストック対2ストック。まあもうこっからもうお前は俺を本気でもう成敗モード入ったから、もうお前はこの以上俺のストックを落とすことはできない。さあデータも揃ってきたしな、まずはこのストック。7秒7 6 5 4 3 2 1 0、ちょうど7秒、絶対予告が外れることはない。小賢しいんだけどマジでお前。はい、次5秒5 4、
さあどうした、もう試合は五分だぞ。なんとか言えよクソ野郎、失礼なやつだな。はい、そこ空港が当たる確率 100% データテニスが戻ってきた。なかなか競っておりますね。いやでもついに俺も女性スマブラーの介護、えわーはい、かやくまさんにガードわら、は、え、今煽ったよね。いや待って待って、ステステできてるしちゃんと。前オンラインで何回かステステ煽りしようとしてできてないやつ見たことあるけど、できてるんだけどちゃんとステステ。いやでもね、どんなに可愛いお方であろうと煽ってしまったらそれはもう成敗ですよ。そこら辺はね忖度しませんよ。はい、じゃあ今回はかやくまさんをさばいていく。くる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 煽りやがって、ちゃんと覚悟はできてるんだろうな。俺にボコられる。どうした、その崖から帰ってこれないのかなあ。僕を煽るという行為が何とも愚かな行為であるか分からせてあげよう。君はもうその崖から帰ってこれない、分かったかな。てか俺のあの仮想配信者、うわっ、あ、これ踏まれた。最悪、これね、あのダメなんですよ。は、え、今煽ってなかった、なんかステステやってたよね。しかもこいつあのこのドンキー対このサムスで煽ってくるとか、まあ、この対面で煽ってくるなんて。しかも俺金空じゃねえし、もう絶対成敗させるわ、やってやる。いやーでもこれドンキーだからいけるかな、怖いよ僕、負けたくない。はい、これ無敵綺麗なところに下妻刺さっていく。いやまだあるぞあるぞ、これ全然あるぞ、分からせるわちょっとこいつ。ウィーズ配信とかいう配信者、お前な、自分の生配信で、自分の生配信でお前煽り成敗されるところが垂れ流しにされるわけで大丈夫そう。ああやってやるからなお前、これしかもパーセント逆転してる。はい、これ掴んで上投げから、あ、おいしいおいしいおいしい、いいよ 36% やる。はい 91%、 これ逆転、これ勝てお前ら。さあ一番楽しそうなやつ来た、これ相手儀式やってくるかな。お、来た、相手も開幕儀式、ちょっと待って最悪、うわごめんなさいマジで、え、ちょっと待って俺初めて儀式やったからちょっとタイミング分かんなかった。いや一発俺を殴ってくれ、ごめん、初めてだったんだ。さあまずはイーストック先制していく。どうした、ちょっと怖いんですよね。お、これはイザナミ発動。イザナミを知らない者のために説明をしておこう。イザナミは自分と相手2人の体の感覚によってはめる道術だ。まずガノンの上 B に当たり崖受け身を取る瞬間を俺の万華鏡シャリンガンで記録する。それを仮に A とする。あ、やべ、そしたら次にまた同じくガノンの上 B に当たり崖受け身を取る瞬間を記録しルート A' を作る。そしてその A と A' を永遠とループさせ相手をループの中に閉じ込める。無限ループを作る能力だ。そう、そしてまだこの無限ループは続いている。誰かになり変わるのはやめろ。このループから出たければ己を見つめ許すことだ。それができなければお前は永遠とこのループをさまようだろう。相手の運命を決めてしまう術、それがイザナミだ。この鎌は2人投げ取られた。やばい、こいつ相手も全員特化しやがる。はい、俺の勝ち、もうこっから勝ちます。おーい、どうしたお前と万華鏡シャリンガン突くように空間も時間も質量全ては俺が支配する。